これがね、植えて1ヶ月のナスなんだけれども、まあ、だいたい30センチぐらいの高さかな。手の大きさこんな感じなんだけども、で、右の方ね、保温したやつ、アンドンって、小袋をかけたやつなんだけども、これがね、だいたい60センチぐらい、倍の大きさになってます。葉っぱの大きさからして違うよね、もうね。葉っぱの大きさでも手のサイズあるんだけども、こっちはまだ小さいです。こっち余った苗で植えるとこなくて、まあ、仕方なくイチゴの中に植えちゃったんだけども、こっちが本命のナスでやってました。やり方としてはこの米袋、お米の空いた後の袋を周りに置いて支柱でちょっと3点、4点ぐらいで張っておいて、横からの冷たい風を防ぐっていう感じでやりました。上が空いてるからね、そこまで効果ないんじゃないかなと思ったんだけども、全然違ったね。ナスはやっぱり温度と水と、ね、大事だから、あとは窒素分やっぱ好むんで、その辺を整えてあげればこんだけ変わるんだっていうことを、まあ、改めてね思い知りました。比較してみてちょうどうまく比較できたんで、お見せしようと思って、ずっとこっちはアンドンかけておいて、こっちはかけないっていう感じでやりました。まあ、ちょっとね、湿り気があるから、ナメクジとか来て葉っぱ食べたけど、まあ大した問題ではない。他のところも大きくなってる。で、ちょうどね、この5月から今日6月10日、10日まあ9日、10日そのぐらいなんだけれども、まあね、最低気温が10度とか、そういう日ばっかりだったんで、やっぱ寒すぎた。今日もそのくらいある。アルツがそのくらいしかない、最低気温10度とかだから、やっぱそのナスは温度好むからやっぱ寒くて大きくなれなかった。で、この上が空いてるやつだけども、これだけでもやっぱり効果があって大きくなったと。で、あと 2,3 日すると最低気温が15度って、5度上がってくるんで、そのくらいになってくれば逆にアンドン取るかもしれない。あの中が蒸れてしまう、温度が高くて蒸れて病気の元になるから取ってしまうかもしれないけども、あと数日はつけておくっていう感じでやってます。だからこういう風な、米袋ね、これ津軽ロマンの袋なんだけども ね津軽ロマンを食べたお米の袋を取っておいて、上下穴開けて、保温してあげるっていうのもやっぱ夏野菜には必要になってくると思うんで、こういうのやってもらいたいなと思います。こんだけ違うと。60センチと30センチと違いがあると。で、ただし、トマトね。トマトはそんなに温度を好まないんで、ちゃんと育ってます。何もアンドンしなくても大丈夫でした、トマトは。ね。むしろトマトは、標高の高いところの、ね、植物、アンデスの上の方とかだったかな、の方の涼しいところ、涼しい気候を好むやつだから、別になくても大丈夫でした。最低気温10度でも。ただ、ナスはやっぱり、暖かい気温を好むんで、やっぱり小さかった。で、アンドンしたやつは大きく育ったっていう感じです。でも、このナスもこれから暖かくなるから、新しい葉っぱも出てきてるし、多分大丈夫だと思うんで、まあ、最初の収穫が遅くなるっていうぐらいで別に大丈夫でしたよ。マイナスじゃねえ。最低気温10度でも。でもやっぱりアンドンした方が大きくなると。問題はこの後外した時、急に温度が下がればびっくりして、なんか病気とか生育障害とか出たりとか生理障害とか出たりしないかっていうのは心配だから、そこは慣らしながら。まあ今日あと2、3日は最低気温10度続くから起こしておくんだけども、外す時も私はちょっとこの下を少し風通し良くしながら、少しずつこうやって外していくっていうような段階を経て、ここに行くという工夫が必要かなと思います。まあそこだけ気をつけてもらえれば、いいんじゃないかなと思います。ね、急に環境を変えると、今は撮影するために撮ったけれどもね、徐々に慣らしながら、この保護、保温、アンドンがない状態に持っていくっていうのを、心がけてやってみてほしいなと思います。こういうのもただただゴミに捨てるんじゃなくて、取っておいて利用して栽培に生かすっていうのをやってほしいなと思います。とりあえずはこんだけの差が出るよっていうこと、これがね自分でもびっくりするぐらい、こんな比較したことなかったから、毎年アンドンやってたからこんなもんだったんだけども、今年ちょうど苗作りすぎたからこういう比較ができたっていう貴重な経験でした。っていうのをみんなに共有して、まあ、今回は動画終わりにしたいと思います。ナスはとりあえず保温してあげるっていうことを気をつけてやってみてほしいなと。で、外すときは徐々に開けていって、で、全部取っちゃうっていう風にしてもらいたいなと思います。
アンドンの話でした。ぜひ役立ててほしいなと思います。